こんにちは、速稼塾の久保です。今日もですね、暗号通貨のことちょっとね、喋っていこうかと思います。48歳ですけども、48歳見えますかね。50になるとやっぱりね、年寄りだって感じがしますね。若々しくいたいなと思いまして、ちょっと明るめのね、服を着たりとかしないといけないかなと。いつも和服だとね、やっぱりちょっと年上に見えますね。まあ、ということで、前置きはこの辺にしといてね、画面を切り替えてコイン月光を見てみましょう。これです。まずね、ビットコイン見てみますけども、ビットコインの価格、500万円をもうね、何度も超えるようになってきましたね。ですんで、多分ね、この500万円がもうベースになってるんでしょうね、今ね。ほら、レンジで485万から500万飛んで5万円の間でレンジを書いて、どちらかというとこのレンジも傾きが上の方ですよね。こういう風に上の方に向かってますよね。で、ちょっと14日間見てみましょうか。あら、もうこれね、すごいですね。この2週間で350万から一気に500万に駆け上がってきたんですね。180日見てみますけども、ほら、ずっと100万で推移してきたのがね、ぐーっと上がったと。で、1年見てみると、ほら、1年前の今頃ですよ、100万を超えたらもう心理的に買えなくなるよってことを私繰り返してですね、95万あたりの時に、購入をお勧めしたということになりますけども、あの頃ね、意を決して何人かの方が買ってくださいましたけども、あの、意を決してっていうよりも5000円でもいいし1万でもいいんですよ。なんかね、1ビットつまり100万円を1単位で買わないといけないっていう風な勘違いをしないように呼びかけてきましたけどもね。でも勘違いして100万円買った人は1年間でね、400万円ぐらいのあらりが出てますから、まあ、なんていうんですかね、あらりですよね。すごいですよね。いや、これ私のおかげってよりも、ちょっと私が浮き足立っていたのかもしれないですけどね。ね、値下がりして暴落しても責任が持てませんのでね。はい、次、イーサリアムですけども、イーサリアム実はね、私かなり可能性があると思って、2万5000円ぐらいに落ちた時に、それ2018年ぐらいですか、ぐーっとね、1万円台まで行くんじゃないかなって時に、まあ、いい機会だなと思って買ってみたんですよ。エーダ気分でね。まあ、そうすると、あそこからみるみる上がって、これね、イーサリアムも、もう、おおむね20万円なんですよね。だから今、19万円から19万5000円のレンジを書いてますから、しかもこれ全体見ても右肩上がりでしょ。で、14日間足にしてみますけども、もう完全にですね、16万、18万のレンジを割らないようになってきたんですよ。18万、20万のレンジになってきますね。180日見てみると、どうでしょうか。はぁ、5万円のところから駆け上がってきたんだ。1年にしてみると、そう、1年でしょ。だから私が買ったのってこの辺なんですよね。すごいな。ちなみにマックス行ってみましょうか。はい、もうすごい、なんかね、数千円みたいな時もあったんですよ。その時に私、イーサリアムってものの存在を知ったような気がするね。2000とか3000みたいな時代の時に、あの時はさすがにイーサリアムの意味が分かんなかったんで、買うとか買わないとかっていう話じゃなかったですけどね。はい、次は我らがエイダですけども、エイダは完全に100円、1エイダ100円の隙間に乗ったんじゃないかなってことですよね。94円から100円のこの6円の間のレンジを描いているような気がします、私はね。で、これもですね、30日足見てみますけども、1ヶ月の間にこんなに化けるわけですよね。暗号通貨ってすごいですね。そして180日行ってみると、もう25円を超えなかったんですけども、25円を超えてから凄まじい駆け上がり、もうまさにね、エーダムーンですね。年足でいくと本当に2円とか3円の時代が長かったです。もうダメだったんじゃないかなとかね。で、50円60円80円で買った人もちょっとがっかりしたんじゃないかなと思いますけども、これで大きくね、もう大見を振っていけるということですよ。でもまだまだね、125円あたりまでは全然上がりますんでね、このテクニカル的に見てみれば。そして過去125円あたりまで上がった、2018年の1月ですか、1月の前半、この時と比べてエダですね、 ADA、 カルダのエダは随分とプロジェクト進みましたからね。まあ、今回は流行りではなくて、まさに進捗と信頼のもとについた価格ですから、これはね、価格が下がりにくいと思いますよ。で、いまいちよくわからないのが、XRP なんですけども、確かにまたね、70円ラインまで上ってきたんですけども、あの訴訟は何だったんですかね。SEC の訴訟がどうとか、訴訟がどうとかっていう時って、20円とか、
切るんじゃないかっていうところまで行きましたけどね。ついさっきのことですよ、あれは。つい最近のこと。あれをものともせずにぐんぐんと上げてきて、やっぱりこれね、なんかやらせだったんじゃないかなって気がするんですよ。あそこで噂で売らして、で誰かがまあ買いますみたいなね。私はちょっとプラスアルファで買うことはできなかったんですけども、20円台になろうが30円台になろうが、もう0円になっても手放さない覚悟で私リップルね大量保有しましたんで、まあ良かったなってとこですよ。ここまで値段がついてくれればもう完全に含み益ですからね。ということで、ファイルコインっていうね変な ICO 以外は私はね暗号通貨全部今のところ含み益で、ファイルコインだけはね本当にやられたなと思いますよね。ファイルコイン、あとフォインですか、フォイン、フォインとファイルコインとノアコインとスピンドル、まあノアコインっていうかスピンドルは私全然買ってないんですけども、この4つはねなんか何だったんだろうかなと思いますね。何だったんだろうかと思ってるだけですよ。はい、ということでね、私が、ね、余計な暗号通貨も買ってしまいましたけども、いろいろ買って、でしかもそれぞれ買ったものの資金量とかって、ね、きちんと配分して、やっぱりね思い入れの強いやつとか腰が入ったやつはしっかりと上がってくれましてよかったなと思います。そしてなんかいまいちね疑い半分半信半疑でまあ買ってみるかみたいなやつはダメになってましたね。やっぱり有名人が勧めるやつはなんかねうまくいかなかった印象があります。有名人が勧めるやつはね、で有名人じゃないんだけども、しっかりと、頭の利く人が、公明正大にやってるやつとかはね、なんかうまくいったんじゃないかなって気がしますね。まあ暗号通貨の投資ってのはどうやって当てればいいのか私は分かりませんし、それこそね当たるも発見当たるも発見みたいなところがあると思うんですよ、はっきり言ってね。ただ、だからこそ自分が意識もしてないのがドーンと上がったりね、そこにチャンスがあるのかなと思うんですよ。ただやっぱりあくまでもこれは余剰資金でやるもんであって、生活費を削ったり虎の子の貯金をはたいてやるもんではないです。私も暗号通貨のね、全ての暗号通貨の資産が今日この瞬間なくなっても痛って固めつぶってこう、固めつぶってこうやるだけで暮らしには全く影響がないように、まあ少しずつ少しずつやってましたからね。まあそもそも買える値段じゃないやつは買わなかったんですよ。1単位が100万200万みたいなやつは私買ったことがないです。もうそれこそ一つの通貨がエーダなんてね 0.2 円で買ってるわけですよ。 0.2 円は買えるでしょう、誰でも。1円もしないわけですから。そういうやつとかイーサリアムだって値段がねぐーっと落ちて3万円を切ったから買ったわけなんですよ。イーサリアムがね5万6万でも私買わなかったわけですからね、10万でも買わなかったわけですよ。だからその自分の手の届く金額に入ってきた時に初めて選ぶみたいなね。ネムだって私5円になったからですよ、5円になったから買ったわけですからね。ネムあのバーンと盗まれちゃったんですよ、580億円。あれで私はネムの存在を知って暴落して、あ5円になったなと、有名になったネムがなんでこんなに叩き売られたのかなと、それは狼狽で売っただろうから、まあ5円だったら自分のねお小遣いで何十万かポンと買うのは、まあ、そんなに痛くないかなっていう程度で買っていくと、今ネムはね40円超えてますからね。5円で買って40円超えたんで8倍でしょ。いやなんかすごいラッキーだなと思います。まあこれ私の自慢話をしてるわけじゃなくって、言いたいのはですね、これまとめに入りますけども、自分の払える、ね、手元にあるお金で払えるものになったら買えばよくって、それこそ無理して買うようなもんではないんですよ、この暗号通貨も投資も。でそれがなくなったら困るんだったら、例えばねあの ADA も今なくなったら嫌ですけどもね、すごい含み益持ってますから嫌なんだけども、なくったって固めつぶっていてっていうだけで特に暮らしは変わらないよと、まあ、完全な余剰資金ですよ。生活のペースとリズムとは関係ないところに置いておくのが余剰資金ですからね。10秒後になくなっても構わないお金、それが余剰資金ですから、その余剰資金の許せる範囲で買うと。それで買えないんだったらもうそれはチャンスがね、チャンスを生かす力量がなかったってことなんですよ。そういうことに私は決めてますね。皆さんの投資スタイルはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。ありがとうございました。